はい、おはようございます。ブリッジです。今回ペーパーマリオ折り紙キングパート12始めていきます。でもって今回は水神神殿をある程度攻略して、ようやくおそらくこの先に水神様がいるんで、多分まあ倒して水神様の力をちょっともらっちゃいましょうよという計画だと思うんで、やっていきます。じゃあ入っていくか。早速、多分ボスだと思うんだよね。絶対ボス。多分じゃない。ここで確信に変わった。絶対にボス。ほら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 。ほら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 。急に、渦潮が、ああ、聞いてくれ、渦潮どころじゃねえ。渦潮どころじゃねえぞ。道が。うわ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 、すげえな。まさしく神の力。うわー、こいつも折り紙にされてんのか。まあ大体読めたけどな、その展開は。あー、水神様、折り紙にされてかっこいい凛々しいお顔がツンツンツルテンですわ。これはやっぱりやるしかないかも。いいだろう、熱いバトルを繰り広げてやろう。さてと、で今回はどういう感じになるのかな。で、飛んでいると、ひゃー、周りにおっきいお水の渦巻き。さすがお水、水神様、お水ととっても仲良し、水いらずですわ。渦巻き召喚。なるほどね、あの渦巻きのところは多分ね、あれだ、ダメージが与えられない。そうなるとね、おそらくこいつの弱点まだ尻尾だと思うんだよね。どうするべきか。一応 X でヒント聞いてみるか。水神様のそばにあるお水の渦がちょっと気になります。パネルを並べたりするのに邪魔したりしないでしょうか。心配ですわ。なるほどね。一応じゃあ多分ね、尻尾っぽいんだよね。尻尾が届きやすいから。こうしまして、でもってこっちからこうしてって、あ、そうだね。これが多分一番いいかな。で、ヒントも拾えるから、これが多分いい。オッケー！洗い流し。何その攻撃？あー、なるほどね。そこのマスの一直線上のパネルを流しちゃうんだ。へえ。嘘！お水でパネルが流されちゃった。水神様、水臭いですわ。水だけに。もうめっちゃな、オリビアがうまいこと言い始めるな。まあ、しかし、俺の通路には関係ない。でもってヒントのこのメモを読んで、飛んでいる水神様は、ジャンプ攻撃で地面に落として、すかさずハンマーで攻撃だ。なるほどね。で、こうしてこうして。はい、オッケー。でもって、ここはね、もうためらわずにキラーブーツを使っていこう。はいよー。踏みつけてやら。あーっと、なんか微妙、うまくいかなかったかな。で、敵のアクションと、うわーっと、尻尾で、アイアンテールかな、これ、ポケモンで言う。で、急になんか水を飲み始めて、あら、水神様、少し丸くなったような。お水ってカロリーゼロなのに、太るなんて変ですわね。いや、もうそれ単純にあれだろう。水を蓄えてなんかすげえ攻撃をやろうとしてんだよ、多分。で、問題はこの一直線上のパネルが全部消えちゃうから、それをちゃんと計算していかなきゃいけない。それが大変ですわね。だとすると、こうしてって、多分こう。でもって、これ土神様の力使えんのかな？それかもう真正面から殴るか。あ、真正面から殴るの結構いいかもしんねえな。じゃあとすると、こここうして、あ、違う。これを、こうして、さらに、この攻撃アップのやつを、こうする。これいいんじゃないかな。洗い流しは、まあ意味がない。オッケーオッケー。で、これで真っ正、あい、こいつの真正面に立てるから、この状態で、キラハンマー食らしてやりますわ。行くぜ！エクセレンス！オッケー！まあまあ、あ、結構食らってる。いいんじゃないの？
で、待って、噛みつき。あー、結構食らうな。16ダメージか。で、また水を蓄え始めて。渦巻き召喚。これもしかするとさ、なんかさ、水を溜めてさ、すごい攻撃をしてくる可能性があるから、これジャンプで一回踏みつけて水をプシューってやった方がいいんじゃないかな。だとすると、どうするか。これ土神様って使えんのかな、力。使いたいところだけど、多分これオンしないとダメだと思うんだよね。じゃあとすると、こうして、もう真正面から殴るか、やっぱ。こうして、なんかこれでゴリ寄せる気がすんな。これでオッケー。で、洗い流しは意味がない。で、これでジャンプしよう。キラーブーツ、オッケー。これでまた叩き潰す、叩き落とすか。オッケー。敵のアクション。あー、ガードしてこれか。結構食らうな、マジで。うわー、よく見たら水神様、お腹がパンパンですわ。はっ、マリオさん、何かこれ、すごくとっても危険な予感。渦巻き召喚して。え、これどうすればいいんだ。とにかく高いところに避難しないと。どうすればいいんだ。高いところ避難つっても、これ、このオンボタンを押して、多分オンボタンを押さないと多分魔法陣が使えないんだよね。そうなると、これでもオンボタンを押しただけで終わっちゃうよね。おそらく。あ、忘れてた。そうだ、これずらせるんでしたわ。あ、ずら。そうだそうだ、ずらせんの忘れてたわ。で、一回ちょっとごめん。コインで一回延長しよう。やべ、ずらせること今の今までちょっと忘れてたわ。すみません。だったら、金ならある。もうどんどん延長していくか。やべ、わかんねえ。こうしてこうって、これでよくない？これなら、外周回ってオンしてやれるし、これでいこう！ようやくだ！で、こっち行って、オンして、で、これで、オッケー、よかったー！だいぶ時間使っちまったわ。で、魔法陣発動して、で、多分これね、外周がおそらくあるじゃない？あれ盛り上がるんじゃないかな。ほらほら、オッケー。して、まあ仕方ない。これはまあ逃げられるのは仕方ない。で、敵のアクションでこれでめっちゃ来るんじゃない。やべえのがビッグウェーブ。これ食らったら何ダメージとかなんだろう。怖えな。ただ今ので結構疲れちゃったのかな、こいつ。はあ、すごいお水で危なかった。盛り上げ大成功ですわ。あ、水神様、さすがにあれだけお水を出してぐったりお疲れみたいですわ。じゃあ次は、てかようやくね、このね、縦移動をね、なんかマスターしてきたから、ここでちゃんとねやっていこう。でもって次は、さらに今回は渦巻きがないからなんかやりやすいな。これでこうして、これでオッケー。で、次が、これで、こうすればオンして、さらに、土神様使うんじゃない？オッケー、これいいぞ、いいぞ。あ、神の手で攻撃なんだ。もう遅いよ。もう土神様使おうとしてるよ、俺。まあいいでしょう。土神様で、魔法陣発動して、これどれくらい食らうんだろうな。
で盛り上がりまして、さらにここから追い打ちをかけると、これ結構食らってくるんじゃないのかな。あ、25ダメージか。で、多分これで復活する。あ、まだぐったりして動けないんだ。てか次こそはあれだな、神の手使いたいなって思ったら、いや戻っちゃった、やっべ、戻っちゃったか。まあいいでしょう。で、あとできればもうちょいなんかいい美味しいのないかなって思ったけど、いや、そんなにあるわけじゃない。まあこれで十分か。ハート取れるし攻撃力2倍取れるから、これで OK。 OK で、洗い流しはまあ意味がない。洗い流しもちゃんと私計算しておりますんで、で HP も回復できたし、で攻撃力2倍で、ここはキラーブーツでぶっ飛ばしょう。オッケー、エクセレンス、いいね。で、また相手を下ろすことに成功。で、また、テイルアタック。いやー、ガードができないか。で、また水を含み始めて、で、また渦巻き召喚しまして、うわー、結構多くなってきたな、渦巻きが。うわ、8箇所って。そうなりますと、ちなみにこのビックリマークって何なんだろう、よくわかんねえや。ここでこういって2倍取って、あのビックリマーク取って、まあこれでいいかな。はい、 OKOK。 洗い流しの、あ、なるほど、もう1回攻撃できるっていうチャンスか。なるほどね。じゃったらここはまあいいや、キラハンマー殴っておくか。でこっちもキラハンマー、おお、結構暗い。31。で、もう一回。あー、失敗した。まあいい。つってももうこれ結構敵食らったから、羽ビンタ、うわ、結構食らうな。で、これが最終形態か。水たっぷんたっぷんよ、水で。あ、最終形態か、これで。あ、最終形態じゃないや。これでもう一回あれか、踏みつけるのか。じゃあとすると、OKOK。さらにハートも取れるし、一石二鳥よ。いいね、いいね。ハート取りまして、で、またこっちで2倍取って、はい、また投げると。ワンチャンこれで倒せねえかな。いけ、いけ、いけ、いけ。あ、倒した、オッケー。しゃ、勝ったー。まあまあ苦戦したな。いや、でも楽しいな、このボスバトルは。じゃあ、これで水神様倒しまして。じゃあ、これでまたオリビアの力が、まあ、またこの水神様モードが手に入るというわけですね。またこのなんか辞書みたいな本みたいなやつが、またここで出てくると。で、これで、水神の書。で、またこれで、ちょっとまたお勉強していただきまして、折り紙、折り方を、まあ、学習していただきまして、水神様の折り方も分かっちゃいました。早速試してみます？じゃ、試してみるか。たれー、お前の力を見せてくれ。つってもまあ多分これも一緒で、まんま水神様になるけど、目だけは点がついててメタモンみたいになるっていう感じかな。きたー。ん？いや、なんかちょっと違うな、格好が。若干格好が違う。むしろこっちの方がかっこいいんじゃないかな。どう？私、水神様みたいな凛々しいお顔でしょ？あ、お水、お水。うわ、パンパンじゃねえか、腹が。腹がパンパン。お水充填 120%。 うわ、アクアブルスみてえな。いや、ハイドロポンプかな、これは。
これでどんどんお水が出まして、あ、さっきの柱も治ったと。治ったっつうか、まあ浮かんでくることによって進めるようになったというわけですね。どう？お腹いっぱい吐き出しちゃいました。この力があれば干上がった水も元通りタプタプにできますわ。オッケーオッケー。じゃあこのまま進んできまして、じゃあもうこの外で出るか。もう大しようねえし。オッケー、ボム兵待たせたな。水神様とってもかっこよかったですわよ。すごい力ももらえたし。あ、本当？そんなにすごいの？たかが水回りでしょ。そんなにすごいならぜひ俺も会ってみたかったっすね。もうすぐ会えますわよ。ふふふ。水神様の力楽しみにしててくださいね。そうか、一応そうか、あそこのあれだ、力使う時にお前も見ることになるのか。お前もちょっとさ、少しクソ生意気だから、お前はちょっと水神様の力を見て少し怯えろ。もうブルブル怯えてくれたまえと。で、確かこの土管であれか、なんか戻れるんだっけ。あっちまで戻っちゃえ。はい、戻っていきまして、まあコインもな、1万6000コインあったけど、まあ、さっきの戦闘でほぼ1000コイン使っちまったから、じゃあここで降りまして、で、この水神の魔法陣で神の力を使いの、一応まあね、ここはねスキップせずに行きましょうと見せかけてスキップする。来たぜー、すげえな。あー、でここでようやくこの川が通れるようになったと。すごいねー。どう？お水いっぱい出しちゃいました。これならボートで紙テープを追えますわよ。おおー、オリビアさんすごいっす。うーだってすいません。本当にすごくてすごいモデが出たっす。急にビビるな。あ、これもしかして、あ、こうやって外回りできるようになった。で、ここで、紙テープゲットして、紙テープですか、まあ、この紙っぺらゲットして、で、この、キノピオも助けつつ、紙っぺらゲットしつつ、で、あの宝箱、そうか、もうあっちから行けなくなっちゃったからな、逆を言うと。で、これで開けましておめでとうございまして、発明家キノピオのフィギュア、これはまあまあまあ需要ありそう。ヤフオクで、まあまあな値段で売れそうだな。で、ここでコインで獲得していきまして。あ！ポイ投げハンマー。ポイッと投げて、遠くに攻撃するハンマー。あ、そんなのもあるんだ。あ！マリオさん！ナイス！もみじ狩り！あっそ。まあいいや。で、こっからこうして、あ！ここが通れるようになったのか。なるほどね。いい感じのステージじゃない、本当に。じゃあどうすっか。一旦ちょっとセーブ書いてから、じゃあボート乗ってっか。って思ったら、セーブ書く場所がなかったわ。セーブゾーンどこだっけ？こっからちょっと遠いんだっけ？だとしたらめんどくせえ。って思ったら、こんなところにキノピオいるじゃねえか、お前。この隙間も結構快適なんですよ。うるせえな、俺が心配しちゃったのに。じゃったらまあこのままもう行っちまうか。ボートで。多分その先にセーブブロックあるっしょ。よいしょと。で、あの猿もな、どうやったら捕まえられんだろう。憎ったらしい猿だな。まあ、いや、で、こいつにも話しかけて。ここの川下りや、よほど綱好きですね。ボートを漕ぐとお腹が空くのかな。じゃあここで乗っていきますか。わーい、これで青テープを終えますわね。出発！結構漕ぐの大変そうだな、マリオ。あ、あ、兄貴、俺が漕ぎますよ。あ、俺掴めないっす。もうほんとこいつ使えねえな。ダメなの？せっかくボートに乗れるようになったのに。誰か、ボートを上手に漕ぐ名人さんとかいないのかしら。
あ、もしかしたらあの猿が？ウキキ、すいません、ボート名人知りませんか？一体これが挨拶？なるほど、この猿を追ってくのか。次はめんどくせえ。ああ、どっか行っちゃった。まだお返事が聞けてないのに、一体どこに行っちゃったの？いや、でももしかしたらあの缶が返事かもしれないっすよ。お前みたいな折り紙あっち行けとか？へへ。ツナの缶詰、猿に投げつけられたツナ缶、蓋は固く閉ざされている。大事なものになったのか。じゃあ、とりあえず猿を追いかける感じかな。しかしな、またあのススキの草原のところか。あそこめんどくせんだよな。ここでじゃあ追いかけていきまして、ここ下行きまして、あ、多分あの ZZ ってなってるからあれかな。おそらくあれっぽい。って思ったらガボン兵だった。寝てた。あ、そうだ、パーティー。私をパーティーに連れてって。は？ついてくんの？マジかよ。まあ、連れてってくる、やるぐらいはまあ、わけもねえけどさ。てか、ワンチャンこっちの方にいねえかな？あの、猿。って思ったけど、いなかったわ。着いた。お待たせ。これ、例のあれ。おう、待ってたぜ、アミーゴ。缶詰パーティーにウェルカム。おでん缶なんて最高のチョイスだ。いい缶詰パーティーになるな。あとは缶切りを持っているあいつが来ればパーティーの始まりだぜ。缶切りを持っているあいつってことはこの中にいるのかな。まあいいや。どのみち俺は猿を捕まえなきゃいけないから。あっ、ぶれ。ビビったビビった。一瞬猿かと思ったら全然違うやつだった。これ猿か。うわー、バトルだった。な、誰だ誰だお前ら。ああ、いろんな奴らか。まあいい、これもまあ軽くサクッとひねっていきましょう。まあ倒しまして、で問題はあのお猿さんがどこに行ったかなんだよな。ここかな。いやー、落ちちゃった。落ちたと思いきやで、え、どこだろ猿マジで。この草むらの中にいるとかなのかな。え、マジで。だとしたら、痛い。おめえよくも逃げやがったの、この野郎。調べる。何かお猿さんにあげてみます。じゃあこのツナの缶詰あげます。あら、ツナ缶が欲しいのかと思ったんだけど、食べたくてもお箸がないから食べられないのかしら。あ、なるほどね、この缶を開けなきゃいけないのか。そう、誰かがパーティーして、そう、なんかあの、缶詰を開ける仲間がいるから、そいつを捕まえればいいのか。で、こいつはキノピオと関係がない。そのツナ缶、てか缶詰仲間がどこにいるかなんだよな。ちょっと話を聞いてみるか。すまん。あとは缶切りを持ってる、あいつが来ればパーティーの始まりだぜ。おでん最高。いや、待って待って。そいつが、あいつって誰だ？どこにいる？だいぶむずいぞ。ん？なんかここ、汗が出てる。あ、いた！変な奴らに囲まれて、足がすくんで動けなかった。助かった。パーティー連れてってくれ。誰だ、こいつ。今のキャラ誰？あんなのいたっけ？まあ、とりあえず、ご用途あらば、連れてってあげるけど、誰これマジで。骨クリボーみたいな感じか？骨メットクリボーみたいな？着いた！サンキュー！オーライ！みんな揃ったな！それじゃ、早速、缶詰パーティー始めようぜ！ライドオン！ヘイヘイヘイ、行っちゃおうぜ、缶オープン、頼むぜ、缶切り。缶切り？ああ、缶切り。持ってくるの忘れた。お、待って。
むしろその缶切りこそがお前目当てなのにだよ。もう缶切りのないお前なんかもう用済みだ。もうここでぶっ飛ばしてやろうかお前。缶切りがないとパーティーできないぜ。おう、どうする？缶切り。そんなの必要ないね。そういうことですか。じゃあ俺もこの人にあれかな、缶詰を開けてもらうって感じかな。お願いします。助かりました。でこれで空いたツナの缶詰が手に入りまして、俺缶もっと開けたい。でこの状態であの猿に渡せばいいってわけか。なるほどな。てかもうこの、結構このあれだな、折り紙キング、ほんと、細かいところまで作り込まれてんな、こういうストーリー性といい、なんといい。じゃあこれで、この空いたツナの缶詰あげまして、これで喜んで食べまして、わー、ツナに夢中、お猿さんまっしぐらですわ。近くにいても逃げないし、名人さんのこと聞くなら今がチャンスですわ。暗い、暗い、暗い、暗い。これで、多分こいつが名人なんだと思うんだよ、俺は。あ、やっぱ名人だ、こいつが。いけ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 。あー、やっぱツナうまいな。あれ、マリオさん失礼しました。おられて我を忘れてましたが、私猿じゃありません。私は川下りの名人、川下り屋のキノピオだよ。助けてくれてあんがとな。あなたが川下りの名人さん。私たち名人さんのことを聞きたかっただけなのに本人が見つかっちゃった。川下りしたいのか。助けてくれた俺にいくらでも乗せてやるよ。ボート乗る場で待っとるから、いつでも来とれ。それじゃねー。やった、これでボート乗れますわ。じゃあこれでボート乗れるようになったのか。じゃあもう大体あいつ助けたし、もう時間も程よい頃合いだから、ここで一回やめにするか。セーブしまして、次回は川下ってようやく青いテープの方に向かえると。そうなるとやっぱまたボス戦になるって感じなのかな。まあそこんとこはわかんないけど、まあやってみればわかるでしょ。じゃあ、今パート、今回パート12はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いいたします。じゃあねー。